はようございます。はい。おいおい、どうしたんだそこのコミショーペア。今までに増してさらに会話が弾んでないぞ。いつも通りでござる。そうだな、花子はいつも通りだな。ま、あれか、この俺が察するにだ。この町に疎い者同士、ミスケンの課題を相談し合っているうちに意見が合わなくなってギクシャクしちまったとか、そんなことだろ。いや、俺ってこういうのすぐ分かっちゃうのよ。人間観察力ってやつ。まあ、人の器が違うっていうか、神みたいな。ま、花子も多めに見てやってくれよ。こいつ、クールだけど結構いいやつだからす。あ、はい。あ、今日はみゆちゃん休みだって。あ、珍しいですね。昨日の雨で風邪でもひいたんですかね。あいつ体弱そうだからな。さてと、俺は今日も元気にニカレイの撮影現場情報でもかき集めるかな。ケンスケ、あんたミスケンの課題やりにここに来てんじゃないの。俺、二つのこと同時にできちゃうのよ。御果て校の聖徳太子って言われてるからね。大してすごくない割に歴史の重鎮の名を出しましたわね。ほら、ケンスケ君のことは放っておいてさっさと始めちゃおう。ケンスケ君はアイドルの追っかけ頑張ってね。およ、分かってるね、ユキノッチ。ニカレインが御果て町に来るチャンスなんて今後二度とないからね。な、花子。やあ、
レイちゃん。おう。
Hey, you! やあ、おう、みんな、おはよう。あら、感心感心。遅刻や欠席はいないみたいね。楽しみすぎて、1時間前に着いてしまったくらいだ。不審者がいると、警備の者から連絡がありましたから。不審者だと？そりゃ失礼な話だな。門の前でちょっと寝袋で仮眠取ってただけだぜ。間違いなく不審者だな。変質者。
ワクワク、ワクワク、やっと入れる。はい、みんな聞いて。今回、ここを合宿所としてさやさんに提供をお願いしたのには理由があるの。ここには、御果町の歴史書を多数収めてある資料館があってね。そこを特別に利用させていただけることになったの。本来なら年に数回しか一般公開しないんですけど、まあ他でもない山城先生のご依頼でしたので。さやさん、早速そこへ案内してもらってもいいかしら。わかりました。敷地は広大なので、皆さん迷子にならないようにお気をつけくださいね。迷子になるほど広いのか。だったらちょっとでいいから土地くれねえかな。あんたが無事迷子になることを祈ってるよ。あんがたよ。ん？うっひょー、神城ってすっげーな。俺も初めて入るんだけど、こんな風になってたとは。おい見ろ、あれはなんだ。うおー、こっちもすげえぞ。見ろ、なんか泳いでる。さすが岬一帯を占有しているだけあるわね。広大な敷地の中に日本の様式美を徹底して作り上げてるわ。遠くには海のきらめき、はあ、見ているだけで創作のインスピレーションが温泉のように湧いてくるわ。雪乃さん、そこ泉ね。温泉にする必要ないから。あら雪乃さん、よくわかりましたね。当方温泉も所有しているもので。マジ？温泉あんの？ええ、神城ホテルで使用している源泉と同じものを組み上げてますわ。さすが神城家、金かけりゃ温泉も湧くのか。よろしければご利用いただけますので、皆さんご自由にどうぞ。温泉入りたいです。楽しみですね。ね、ね。別に。これはなかなか荘厳な眺めね。あの岩礁まで上城家の敷地なのですよ。まあここから眺めるくらいしか使い道はありませんけど。海に浮かぶ巨大なオブジェ、贅沢です。上城ってこれだけ広いと手入れだけでも重労働だね。掃除が苦手な私にはあの別荘でも手一杯だからな。休日には著名人を呼んでここでバーベキューパーティーなど開きますの。本当ですか？ぜひ呼んでください。え、あ、まあそうですね、山田さんも機会があれば。花子、夢を持つのはいいことだ。著名人になって呼ばれるがよい。よし、みんなで記念撮影でもしようじゃねえの。みんな気をつけて、こいつにカメラを向けられたら最後、闇で生写真を売られまくるからな。マイミ、そこまで分かっているのならばなぜ協力しない。肩をもっと出すとか、男をたぶらかす露出があればさらに高値に。もう変な話してないで、みんな資料館へ移動するわよ。さすがね、こんなに資料が揃ってるなんて。けど資料館って割に人がいないんだな。誰でも入れるというわけではございませんから、皆さんは今回特別に見学の許可が出たということをお忘れなく。普段は私たち風情が入れるところじゃないってわけか。そういうわけではございませんけど、それだけ管理が大変だということです。
こんなにまあよく集めたよな。俺からしたらただのキモいコレクションにしか見えねえけど。キモいですって？アサギくん、ここにあるものはどれも歴史的に価値のあるものばかりよ。私にとっても非常に興味深いわ。そうかな。なんか趣味悪くね？失礼ですわね。あなたにはここにあるものがどれだけ価値のあるものかわからないのですわ。古きゃいいって考え自体が古いってね。だいたいさ、もっと大量にガーンってあると、まあ俺もちょっとはビビったかもしれねえけど。神城家が所有するものはこれだけではありませんのよ。歴史的に重要な資料は金属地の蔵に。え、金属地にも蔵があるんですか？歴史的に重要な資料がこの蔵には当時の雰囲気そのままに保管されておりますのよ。おい、完全に言い直したよな。それじゃあ午前中はここの資料館を中心に各自自由に行動していいわ。資料についてはくれぐれも傷つけないようにね。あの、私の書いたレポートちょっと見ていただけませんか？はい、あなたの率直な意見をいただきたいので。え、本当ですか？よかった。夜しか時間がなかったので睡眠時間を削って仕上げたんです。あなたの言う通りちょっと短いんですけど、私の思いはちゃんと凝縮できたって思ってたんです。だから褒められて嬉しい。ありがとうございます。大丈夫そうです。あ、ごめんなさい。なんだか楽しくて。こうして制服着てみんなと一緒に行動して、こういうの青春って言うんですよね。あれ、どうしました？テニスコートあるんでしょ？やろう、テニス。お、テニスいいわね。こう見えても運動神経には自信あるんだから。こう見えてって、ゆきのっち完全に見た目スポーティーな体型してますけどね。せっかくですので、私もお付き合いいたしますわ。本気は出しませんのでご安心を。みゆちゃんもどう？私はいい。ミュウは気が向いたらおいで。私が手取り足取り教えてあげるから。マイミ、もうちょっとエロい言い方してくれ。そうだな、ウヒヒヒとか適当に入れてもらって。ウヒヒヒ、私が手取り足取り、ウヒヒヒウヒヒヒヒ。あんたの顔にスマッシュ当ててやるから覚悟しておけよ。ウヒヒヒヒ。全然エロくねえ。ほら、花子ちゃんも行くわよ。わ、私もですか？当たり前でしょ。もしかしてテニスやったことない？ないですね。バラエティ番組で少し遊んだ程度です。え、バラエティ？あ、バングラデシュで少し。なぜそんなところでテニスを？世界中を飛び回ってるな。よくわからないけど、とにかく大丈夫。まゆみちゃんがラケットの握り方から教えてくれるから。はい、よろしくお願いします。テニスか、これはカメラを用意せねば。なあ、お前も行くだろ。おい、人聞きの悪いこと言うな。
俺は隠し撮りなどしない。堂々と隠れて撮る。ふん、それだけだ。いいのが撮れたらお前にもやるよ。さあ、逃すものか、パンチラショット。運動苦手なの。それじゃ。あら、あなたはテニスやらないの？時間があるならちょっと話があるんだけど。外に出ない？あなたは人と群れるのを好まないのね。お姉さんのことで傷ついているのはわかるわ。自分を責めているのもわかる。でもそのままじゃいけない。あなた自身が変わろうとしないと。最後は自分で自分を許してあげないとね。難しいわよ。まあ言ってもわからないと思うからあまり強くは言わないけど、人間ってね、友情も愛情も手に入れると勝手なものでそれが重荷になるの。今のあなたはいろんなものを捨てようとしてる。今は捨てたいものは捨てればいいわ。過去の自分も自分の名前も捨てるだけ捨てればいい。だけどね、あなたが捨てた者たちが必要になる日がいつか必ず来る。どんなに捨てたってそれは全部あなた自身なんだから。捨てることがやり直すことじゃない。傷つくことだって意味があるの。たくさんの傷があなたになる。なんて余計なことだったらごめんね。あなたを見てると何か言いたくなっちゃうのよね。それじゃもうすぐ発表の時間だから、みんなに声かけてくれる？どうもありがとう。堂々として素晴らしかったわ。やるじゃないの、転校生。さすが言葉の重みが違うわね。考えさせられました。見果て町に関することなら調査するテーマは自由ということで、見果て町かわいい子多い説をここで実証したい。はい、そこまで。で、ちょっと待ってくれよカオリ。せっかく家から大量のこの隠し撮り写真5963枚をトランクに入れて持ってきたというのに。公開セクハラだな。デジタル写真もプリントしてこその思い出よ。そのことを浅木くんは私たちに教えてくれました。彼に盛大な拍手を。いやー、どうもどうも。さすが山城先生、見事な采配ですわ。それじゃあ最後になってしまったけど、山田さん、お願いできるかしら？
本当に大丈夫か？緊張しすぎてカミカミになる予感がするでござる。ケンスケ、あんた黙んないとぶっ飛ばすよ。絶対絶命バンダー一気のこ。うわ、パンダ？パンダ。100年という歳月が過ぎ、事件も、そして読み人という存在もフォークロリズムとして変化していった可能性があります。読み人の由来は実は普通の人間であり、心に傷を負った者がこの町で暴れたのが始まりとも。だけど民族学的見地に立ち、儀式や伝統は常に世情や心情を映して変化していくことが確認されています。私の結論としては、読み人は存在する。この町ではそう思う自由があり、暮らしが形成されているのだと思うのです。ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとう。みんなお疲れ様。これでおしまいね。発表はどれも面白かったわね。それじゃあ浅木くんは後でレポートで再提出ということで。なんで俺だけ？その理由がわからないほど頭のネジが緩んでしまったでござるか。なんで花子風なんだよ。私その風に言うで ござるか。まさかかぶせてくるとは。ていうかいつもの花子に戻ってるな。すみません。あの、今日は楽しかったです。皆さん、またここでお会いしましょう。ライブかよ。いやー、いい湯だったな。ここの風呂、天然温泉らしいぜ。温泉って金かけりゃ湧くものなのか。ここ、気に入った。また来ようぜ。似たようなもんだろ。少なくとも友達の家に遊びに来た感覚はゼロだ。ところでお前、誰か気になる子できたか？ミスケンの女性はみんな一癖あるけどさ、可愛い子ばっかだろ。お前珍しいな。そんなやつ初めてだ。ま、男としてどうなんだよとは思うけどな。お前が最近流行りの草食男子なのは分かった。それはそれでいい。俺のライバルが減るからな。安心しろ。マイミとユキノッチは俺が面倒見る。一人になんて絞れないだろ。そもそもこの日本が一夫多妻制でないことが問題である。まかり間違ってニカレーなんかとお知り合いになれねえかな。そしたら迷わねえのにな。浮気しねえのにな。起きてますか？静かに。あの、
お願いがあるんです。ですね、あ、誰がこっちに来ます、どうしよう。わかりました。静かに。すごいわ、信じられない。このノブトさ、まるで巨像のようだわ。まったく、このいびき2階にまで響いて眠れやしない。ちょっといたずらしてやろうかしら。アサギくん、今回もテスト0点よ。罰として職員室のお掃除だからね。それは嬉しいにゃ。え、嬉しい。カオリンの座った椅子、俺がなでなでしてを拭いてあげるなら。たくましいわね、アサギくん。あなたらしいわよ。まあ、よく寝てるし、放っておくとしますか。あなたたちも早く寝るのよ。言いましたね。気づいてたんでしょうか。しまったみたいで。はい、困りました。あ、でもあなたの顔はよく見えます。はい、あ、そうでした。付き合ってください。あなたしかいないんです。お願い。あ、本当ですか。嬉しい。散歩に付き合ってくれたなんて、こんな真夜中にお願いできるの他にいなかったものですから。あなたにはどうせ素性もバレちゃってるし、すみません、わがまま言ってしまって。そう思ったんですけど、合宿なんて初めてのことで逆に興奮しちゃって目が冴えちゃってるんです。さっきみんなでトランプしたの本当に楽しかった。雪乃さんババ抜きでずっと負け続けて。こんなに楽しいの本当に久しぶりです。マネージャーに無理言ってミスケに入ってよかった。辰巳シャーロット、帰国子女なんです。辰巳プロダクション社長の姪っ子でもあります。そうですね、ずっとあんな感じですけど、優しいところもあるんですよ。街で私をスカウトしたのも辰巳さんですし。はい、どうして私みたいな地味な子をアイドルにしようと思ったのか未だに分かりません。本人に聞いてもかんよっとしか言ってくれませんし。いいえ、全く。私こんな見た目ですし、芸能活動になって全然興味なかったんです。どうして
そうですよね。不思議ですよね。私自身不思議に思ってるくらいですから。父と二人、地味に暮らして、地味に生きて、そんな風に人生が終わるんだって思ってました。私、死のうと思っていたんです。それは、ちょっと待ってください。今、誰かに見られているような気がしたんですけど、多分気のせいです。忘れてください。なんだか変なところに扉がありますね。そういえば昼間、さやちゃんが言ってましたね。禁足地に資料館とは別の蔵がある、みたいな。今日はもう戻りましょうか。夜風に当たっていたら少し落ち着いてきました。こんなんで眠れるんですか？ほら、ちょっと眠くなってきました。それじゃあ、今夜はありがとうございます。おやすみなさい。あ、そうだ。リング交換しませんか？これでいいですね。それじゃあ、本当におやすみなさい。あれ？お前顔色悪いぞ。花子、あんたも顔色悪くない？そんなことないです。お二人とも寝具が高級すぎてお肌に合わなかったんじゃないかしら。おう、上白のお嬢様が何か言い始めたぞ。あのお布団は国内最高級の真綿を使用しているの。カバーはシルク製だし、慣れない方には少々違和感があったのかもしれませんわね。おい、バカにされてるぞ。庶民代表のケンスケがいびきかいて寝てるくらいだから関係なさそうだけどね。マイミ、どうして俺がいびきをかいていたことを知っている？さては、俺を愛しむあまり真夜中に呼ばいをかけに来ていたのではないか？あんたのいびき、2階の女子部屋まで聞こえてたからな。さや、上白の家は壁も天井も薄い作りのようだな。もう少し素材に気を使うがよい。うん。
こんばんは。
たま、ニカレイにまとわりつくストーカーがいるみたいだな。ニカレイの所持品もいくつか盗まれてるらしい。あ、お気遣い感謝するって、うわーい、俺はストーカーじゃねえっての。まあストーカーはみんなそう言うんだよ。ケンスケ、自首しろ。それが嫌なら今ここでニカレイから盗んだものを全部出せ。そんなの全部持ち歩いてるわけねえだろ。っていや、これ返しとしておかしいな。俺は盗んでないし、ストーカーでもねえって。怖いですわ。アサギ先輩なんて消えてなくなればいいのに。サヤちゃん、それは言い過ぎよ。いくらケンスケ君がストーカーでも消えてなくなれたなんてあまりにも。雪のち、肩からはみぶらしてたからさっきしゃべっておいた。後で送っておくので気をつけるようにな。このクソガキ、消えてなくなれ。まあ雪乃さん、言葉がお下劣ですわ。おはようございます。おはよう花子。今日は遅かったの。はい、これ皆さんでよろしければ。うわ、すごい。これどうしたの。いただき物なんですけど、食べきれなかったので。ケーキだから今日で賞味期限も切れて、どうせ捨てなきゃいけなくなりますので。あら、分かってますわね。こちらすべて上白堂の商品ですわ。上白ビスキューという当社自慢の洋菓子。うわ、うん、まそう。なんだよ花子、こんなにケーキもらうなんてお中元か。お前んち相当な金持ちなんだな。あ、いえ、ファンから。あ、じゃなくて、ふわ、不安なの。ケーキ屋さんのダイエット。今一句読みましたね。いい句ね、深いわ。ケーキ屋さんのダイエット、不安だらけよ。あ、もうお耳に入ってるんですか。でも大丈夫です、心配しないでください。そんな話、アイドルには日常茶飯事です。そんなことよりお願いがあるのですが、スポンサーや記者の方にいただいたお菓子、まだたくさん余ってて、ホテルの部屋に置いといてももったいないので、お裾分けしたいんですけど、よければ少し引き受けてもらえませんか。それじゃあ今日遅くなっちゃうけど、お家に寄らせてもらってもいいですか。あ、いいんです、ホテルだといろいろと面倒ですし、車で行くので荷物のことはご心配なく。おいマイミ、そんなに食うなって。と、その一口は60キロカロリーだぞ。なあ、それ70キロカロリー、それ80キロカロリさんは。そうですか。これ。はい、いつもは事務所のスタッフに分けたりするんですけど、長期ロケで帯同スタッフも少なくて。でも必ず一つは食べるようにしてるんです。
やっぱり私がもらったものですから。だから毎日お菓子食べてます。あ、こっちのはこれから一緒に食べようと思って、あの、美味しい紅茶も持ってきたので、それからご飯がまだだったら。部屋にキッチンがついているので作ってきたんです、サンドイッチ。夜にサンドイッチっておかしいですかね。あ、よかった、作ってきて。あ、それは大丈夫です。大丈夫なんですけど、あの、一つお願いしてもいいですか？部屋を見せてもらえないでしょうか？はい、私、男の子の部屋って見たことがなくて。ダメですか？はい、よろしくお願いします。失礼します。はい、あの、男の子の部屋初めてなので感動です。思ってたよりもずっと綺麗で。え、どうしてですか？自分の居場所、いいですね、それ。ま、まゆみさん、そんなに汚いんですか？入ったことあるんですか？そうですか。じゃあ、まゆみさんもこの部屋にはよく？なんだか楽しそうですね。あの、こちらに座りませんか？私だけ座ってるのはちょっと申し訳なくて。え、もちろん。本当ですか？あ、でも私も忘れてるかも。でも花子って呼ばれてるから花子になってるだけかもしれませんけど。スイッチですかね。二階堂レイとして活動している時には自分の中でスイッチを入れてるというか、前は切り替えるのに苦労してましたけど、今は自然に入るようになりました。っておかしいですよね。二階堂レイが私の本当の名前なのに。はい、今日もよろしくお願いします。でも突然レイって呼ばれるとちょっと驚きます。こういうのはどうでしょう。二人だけの時はレイって呼ぶ。もしかしたらそれで私も変われるかもしれないし。でも変じゃないですよね。だってまゆみさんやさやちゃんは呼び捨てにしてるじゃないですか。私ちょっと、うん、すごく羨ましい。言い訳はいいから、はい、言ってみてください。
どんな私であっても慣れてもらいます。はい、お願いします。マジです。はい。目をつむってます。ちゃんと私を見てください。それじゃあこれで。どうですか？ねえ。ただいま。おーい、来たぞー、来てやったぞー。あれ、今のケンスケ君の声じゃないですか？装着したでござる。ピザ買ってきたよ。ピザでパーティーしよう。おお、花子がいるじゃん。お前らそういう仲なのか？大丈夫、一応社交辞令でそう突っ込んでみただけだから、基本花子に興味ないし。え、寂しい。おお、よく来たね花子。今日は朝まで騒ぐから覚悟しろよ。はい。え、朝まで？みんなピザ代は割り勘だからね。あ、花子ちゃんはお客さんだからいらないわよ。よし、グラスを用意しろ。ジュースで乾杯だ。私アイスココアがいい。私はアイスティーがいいな。ミュウちゃんは何がいい？コーラで。悪い。では本日はお日柄もよく、ここに集いし皆様には日頃より格別の長えよ。乾杯。あ、こんな時間。ねえねえ、ラジオつけない？わあ、いいね。この盛り上がった空気に月岡ひかるの魅惑のボイスを注ぎ込む。悪くないっすよ、あれが。ちょっと、姉子はまゆみちゃんだけで十分でしょ？ああ、そうか。俺たちにはまゆみ姉さんがいたのである。な、まゆみの姉子。誰が姉子じゃ、ボケかすこら！まあまあ、気の利いた曲でも聴きながら盛り上がりましょ。ニュース速報です。絶体絶命パンダのセンターとして活躍する国民的アイドル、二階堂レイさんの事務所に殺人を示唆する脅迫状が届きました。マジかよ。俺のニカレイになんてこと。世の中には卑劣な奴がいるもんだよね。こういう奴絶対許せない。あ、ごめん、電話。どうしたの？なんか深刻そうだったけど。あ、私ここで失礼します。あー、なんだよ、パーリーはこれからだぜ。パーリーはまだ終わらないんだぜ。ケンスケ、みんな驚くほど引いてますけど。花子ちゃん、ここから帰れるの？家隣町だよね。あ、大丈夫です、迎えに来てくれるので。内緒で出てきちゃったからみんな心配してるみたいで。あ、大丈夫です、
同級生のみんなでいるって言いましたから、それじゃあ。花子ちゃん、もしかしてタクシーで帰ったの？すげえな、お迎えが来るなんて。あ、もしかして、もしかして花子はタクシー屋さんじゃね？なんだよ、タクシー屋さんって。タクシー売ってんのか？へい、毎度タクシー行っちゃうってか？あ、声よ、マミ。